タイヤ1月26日本日誕生日の兄弟たちよ刮目せよ。はい、いい音がいたします。あ、5人目の私ね、5人目私ですね、見守っております。バカ神うまっさ、励ましょう。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとう、おめでとうございます。プーレイ、登らねえの。あー、降りてた。おいて、これがまあ、どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。昨日の動画で帽子が全部ね一周したということで、まずちょっとリセットさせていただきましょうかね。今回ねリセットボタンこれだね、リセット、頑張ってください。本日はですね、昨日お伝えいたしました通り、謎の、あ、楽譜、うん、あ、リセットも済んだところで、今日の帽子カモナマイハウス白色マグロ帽子、ここへそうな、もういい、これホワイト、ホワイトラブ、はい、本音タイム入りたいと思います。こちらご覧ください。マグニーさん謎の楽譜です。リピーターの数字は赤です。数字の書いてないところは、全て1です。ライン関連です。素晴らしい。でこちらの画像がそのものでございまして、これを参考にですね、いつもの場所に向かいまして作ろうかという動画でございます。お逃げいたします。そうそう、楽譜に関してなんですが、っていうかね、俺すげえ忘れ物をある場所にしてきてるんですよ。昨日の収録でそのまんまにしてきてるんで、ちょっとまずそれを回収しに行こうかと思います。なんとなく骨ブロックがいるような気がしたから持ちます。はい、まず忘れ物取りに行くね。昨日岩盤村で村長の家作って、そのまんま荷物置いて帰ってきちゃったよ。そうそう、ライブとかでお話ししたんですけど、今うちの家インフルエンザが蔓延しておりまして、幸い私のみまだ感染しておりませんので、やはり今まで通りにやれるわけでもなくっていうことで、ちょっとまあ時間が取れないような環境にいるので、そのあたり、どうかご了承願えればと思っております。最近ねずっとそういう環境に陥っております。娘がまず発症してね、保育園でもらってきて、で次に、嫁が発症してみたいな。嫁はただの風邪かと思ってたんだけど、つい最近診療に行くと、やっぱりインフルエンザだったってことがね判明いたしまして、うちは家族全員、僕以外、僕を除く全員がインフルエンザになってしまっている状況でございまして。登らねえの。ああ、降りてった、降りてった、降りてっちゃった。ほらほら、めっちゃ置いちゃってんすよね、これ。いるやん、全部いるやんって。オッケー、回収完了。じゃあ行ってきまーす。参ろうぞ。でね、今日はね、その楽譜関連のことをやるっていうことでですね、実は先週のジャジャマグの動画、ジャジャンさんにこのワールドに来てもらってやってるんですよね、音符で。それをちょっと一旦チラッと寄ってご覧いただいてから、サバニ村の方に行って楽譜作りたいと思います。楽譜関連なんでね、ちょっとご覧いただきたいんですよ。ジャジャンさんのスキルが素晴らしいので、よいしょ、イグルー村の方にちょっと飛んでいきますね。はい、イグルー村なー、到着いたしました。お、敵の音がするけれども、実はですね、知らない人も多いと思うんですよ。マグクラを見てくれても、ジャジャマグは見ていないって人絶対多数。雪玉、え、この雪玉はもしかしてスノーゴーレムやられちゃった。おそらくジャジャマグ実況は見てねえっていう人いると思うので、今回音符つながりなので、はい、お、そっちまで行っちゃった。でこの見た目何の変哲もありませんが、あそこに穴が開いてるの分かりますか。いきますよ、お聞きください。聞こえますか。的な、わかりましたか。まだ完璧な仕上がりではないです。この後もしかしたら続きやって公開するタイミングがあるかもしれませんけど、はい、このようにですね、実はジャジャンさん音符ブロックを操る能力をお持ちの方なんですよ。それをですね一緒にやらせていただいたという流れでございます。はい、音符ブロックのこの前振り、この辺りにしときましょう。ぜひジャジャマグの動画見てください。あの音符を作っている様が収められております。前編後編になっておりまして、は
はい、ぜひ見ていただくと幸いでございます。それではちょっと行きましょう。サバニ村です。私の研究施設がございます。赤石研究所と題しておりますが、音符研究所になってしまっているあの場所でございます。参りましょう。到着。さあ降りまして、よいしょ。ここにはスプラトゥーンの楽譜が並んでおりますね。はい、今回は新しい楽譜を作っていきたいと思います。さあそれでは参りましょう。今回これ縦一列でいけると思うんですよね。こっからビビビビと骨ブロックをさ14個なんですよ。スタートが、はい、ここだとして、こうでこう、これ全部1個ずつ大丈夫だな。123456789101112131。こんな感じですね。骨ブロックでいいのかどうかは分かんないんですよ。いただいたやつが一応そのライン関係ってことで、この骨でシロフォンなんじゃないかなという私の勝手な想像で今骨ブロックでやっておりますけれども、で骨ブロックでつなげていこうか。こんな感じにしとこう。あ、違うな違うな、ここ1個出さんといかんわな。こういう感じでな。はい、おそらくこれで基本的には大丈夫だと思います。ではまずリピーターを設置していくんですが、1個目のスタートのところがあれだからちょっと待ってくださいね。こうだな、やっぱりこうして、ここがスタート。だいたい基本的には1ずつ、はい、ペペ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 ペで、ここからは0ゼロゼロ違う、はい、ゼロの一番初めに戻って1にする。で0ゼロゼロだな、ここも1。次0ゼロゼロ4チック、ここだから最大遅延でここに戻ってくるって感じ。これで大丈夫か。123456でこれを3チックにしてあげれば、はい、これで一周するわけじゃないですか。これリピートですよ。あとは楽譜の回数を叩くだけなんだが、今回は、その前にしっかり作っちゃいましょう。はい、このブロックがここに降りると動作が始まるパターンのやつですね。でオブザーバーを、はい、このように設置する。オブザーバーがは動くと動力を発するようになっておりますので、このオブザーバーとこの骨ブロックを同時に動かすようにピストンを設置してあげて、でこのピストンの上にハーフブロックを並べてあげると理想なんだが、設置してあげて、あとは簡単でこうするでしょ。レバーをここに置いて、これがまあスタートボタンですよ。でこうこう、これでまあご覧ください。こんな感じ。結構離すと止まるっていう。ね、これが便利な機械なんです。皆さん覚えておいてくださいね。オブザーバーは使える野郎です。はい。というわけで、使えるものも全て使い、舞台は整いました。今から大げさに言ってますが、大したことするわけじゃないのでね。まあ、ごゆるりとお楽しみくださいな。はい、ちょっとね、アイテムの整理を行って、で、音符に命を吹き込んでいく作業に移りたいと思います。はい、アイテムが片付きました。それでは命を吹き込んでまいります。まずは1つ目、11。ええさせがらえあちかちゃえ13。あめさせがらえあきゅるえねえさん。次18。ええさせがらえあきゅるえめさせがらえあ次11。次13。次17。次13。次15。次20。せせさせそせせさせそそせさせそそせせさせ
次、11。次、13。次、11。はい、次、13。次、18。これが最後です。できた。はい、お見苦しいところをお見せいたしました。ついに完成いたしました謎の楽譜。ライン関係ということですが、一体どのような音を奏でるのでしょうか。お聞きください。おお、おお、もうちょっとここはこの詰まりがもうちょっと早いとかっこいいのか。あ、これか。あ、違うか。しょうがねえのか。どうするんだろうね、ここの早い部分。いい感じの音じゃん。 LINE の電話が鳴った音だね。 LINE の電話着信のメロディーが完成いたしました。送っていただいた兄弟ありがとうございます。最近じゃあこう LINE とかでやり取りするようになったから、この音聞くこともたまーにあるけど、全く聞かなかった時期があるからね。馴染みのない方も中にはいらっしゃるかもしれません。 LINE 電話というもので着信の時の音楽でございます。はい、というわけで本日はこれで終了でございます。ありがとうございました。あ、電話だ的なね。あざっす。お疲れ様でございます。兄弟通信でございます。こちら、ネザーかよー。アンケート取ってみましたら、ナイス選択やんが 67%。 ありがとうございます。めちゃめちゃ時間かかったんだよね。もう本当は建築とかそういう方に時間かけてんのにっていう気もありながら、でも冒険もしたいなという気もありながら、マインクラフトネタ切れ疑惑ですげえいいねついてるコメントとかあったけど、ネタ切れなんてねえから、本当に何の心配。バンバン村から飛んでいけばいいのに。こらー、これ読むまで気づかんかったし、気づいてたら行ってたわって。飛んでいけるわけないから。でもどっちにしても岩盤村の方から行って、歩いて行って向こうの方でネザーゲート立てれば、おそらくは大丈夫だったと思う。チキシャン、なんかめっちゃパワープレイ。その通りなんですよ。もうゴリ押しでしたよ、完全にね。スプラトゥーン2の画像ですね。ええ、よく見てください。マイクラで作られてます。すげえ、すげえサイズ感。わかりますか、めちゃくちゃでけえよこれ。時間かかっただろうな。クリエイティブで作れって言われても僕なら断りますね、このレベルだったら。すごすぎます。みおかさんありがとう。明日の予定ではございますが、明日何曜日になるんですかこれ。あ、金曜日じゃないですか。今日ジャジャマグの日だ、やっぱりね。今日ジャジャマグだ。明日は土曜日ということで、実はですね、明日から3日間家族でのちょっと遠出の旅行に、遠出でもないんですけど旅行に行って、娘がずっと楽しみにしていたワンワンを見に行くことになっております。ワンワンカーニバルには落ちましたので、みんなが誰でも参加できるようなあのコンサート、大きめのコンサートあるんですけど、それに行ってこようと思っております。はい、かといって動画は更新されますので、そのあたりもご了承願えればと思います。あとは体調がその時までにね、うちの娘そして嫁の体調が治ることを祈っておきたいと思います。明日の予定のお話からなんかちょっとずれちゃいましたが、未定で。それではご機嫌参りましょう。お疲れ様でございました。今日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。マククラ兄弟そして私を応援してくださる皆様の幸せはその企画の成功を祈願いたしまして、はい、アンマクラ大名ちゃ。謎の楽譜実はまだまだ残ってる。うむ、そんだけで、皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、ボーあ、夜だった。これにておかしかった相対座標を絶対的に修正しました。絶対的にね。いや、もう絶対的にそこは修正しましたよ。絶対的にね。ほな。